はイノバスでお願いします。設定変更完了。というわけで、ストリートファイターカーニバル201420日目エアガス大会始めるぞ。じゃあどっからだ。1回戦がブリキ24と MOP から。はい、じゃあブリキ24、そして優勝候補の MOP、 じゃんけんして席を決めて準備ができたら試合開始だ。さあ MOP といえばこのゲームを本当に犬のゲームにしてしまった男、 2P 側へ。 1P ブリキ勢から参戦。ブリキ24、キャラクター選択権が全くないということで、あなたは犬です。 MOP 一生犬を使って野外つかみを苦しめてほしいところ。まずは 1P 側のブリキ24を倒せるのか。どうなんだ。セット1レディー、いこう。両方使っているブリキ24、いきなり吹かされて犬の攻め。 MOP 非常生で見せるダウンバーフ。そんで待って、いつもの通りまとわりついて足場で返していく。ブリキ24頑張れ。ゲタ犬は基本的にガードができないという設定らしいんですけど、圧倒的じゃないかい。もうピーマンス一歩選手、あと一歩しかね、早いなこのゲーム。さあ距離を取る。あっという間に対空で犬はガードがない。そのまま浴びせ蹴り、浴びせ犬、浴びせ犬から火を吹いて、そのまま起き上がらせない。ダメ、ハメ殺されて、ハメ殺し。もうピーマンス1回戦突破、優勝候補強い。ああガード食らわなければいいんですよと、食らわなければいいんですよと。さすがの強さ MOP、 お見事1回戦突破おめでとう。じゃあ次したら長谷川さんの三島とエアガイツカメンの班、優勝候補エアガイツカメン、ついに出てきた 2P 側へ。長谷川さんは三島ですね。長谷川さんも確か強いんですよね。そうですか。長谷川さんこそ優勝候補だとエアガイツカメンが今コメントくれました。さあ最強の三島と最強のテコンドーが1回戦で激突。エアガイツカメン、お前勝てんのか。浮かされて昇竜拳。三島うまいぞ。さあ長谷川さんはそうですね、三島超強かった。エアガイツカメンはいざとなったらミサイルが無限になるんで、そうですね、ずるい攻撃に長谷川さんどうかはめられないように注意してほしいところ。中間距離で飛び蹴りを当てていく。ワンパンで攻撃を止めて下段蹴り。しかし三島もしっかり攻撃を止めていく。おっとインタラプト、ブロッキングからのワンツー出していくのへ。あれ長谷川短いで裏から、裏から、ミサイル、うまいぞミサイル攻撃。ミサイラーエアガイツカメ、もうサイボーグ戦士とかしてる。おっと下段からそのまま落ち込むか。いやまだ長谷川生きている。ミサイル避けて、長谷川避けた。アッパーガードして中間切るから、あーっとーワンパン入って、まずエアガイツカメ一本選手。さあ後がないぞ。いきなりコンボ2ヒット、途中で止めて投げに移行していく。しかしここはサイコワン打っていくのは長谷川三島。生蹴り当てて昇竜拳、空振ってところにワンツー下段、デリシャギは空振って、さあここで下段でダウン攻撃。昇竜空振ってところにデリシャギ、うまい。エアガイツカメミサイルは避ける、うまい。作動する、ワンツーでダウン奪う。さあ一旦距離見て様子見、長谷川頑張れ。いやあっとここは取り返し、よっよっ、ワンツーから投げて下段蹴り、浴びせ蹴りのガード、インタラプト、うめえ、浮かして下段、浮かしてキックを入れるのはエアガイツカメ。ワンツーからミサイルが当たって勝ったのはエアガイツカメ、1回戦突破。エアガイツカメは今日あれですかね、戦う前に今日の目標はいい戦いができればなと謙虚なことを言っていた。何を言ってるんですか、ヤガツカメ。なんか悪いもん食ったんかなと。さあじゃあ次、バギーくんとタケヤン。そしてバギー、三島、タケヤン、リー。さあバギーと、タケヤン、じゃんけんして席を決めるんだ。バギー、バギーちゃん、祈願状ですね。バギーちゃん、海底祈願状ですね。さあ最後はネジ一本になってしまったバギー、ワンピー。そしてストリートファイターカーニバル、現在ポイントランキング2位のタケヤ、1回戦だけでも突破してガロボーに近づきたいところ。確かに。さあしかしバギーが止めるのか。バギーさんはエアガイス生だと思いますよ。じゃあ大変ですねタケヤ、頑張ってください。に対してガロボーがレオンハードっていうね、素人同士の対戦っていうので、ちょっとそれで今竹谷が困ってるところでしょうか。下段からダウンを奪っていくのは竹谷のリー。あとここで最後ガンが入る。下段から隠し腕当たらなかった。昇竜拳バギーうまい。しかしこうスカッとこれ下段しかし浮いて昇竜、昇竜拳うまいぞバギー。下段から竹谷追い込んでいく。下段からディバインキャノンからの昇竜ね、昇竜拳そのまま一気に持ってって、まず一本選手はワンピー側バギー。さあバギーちゃんが
下段透かしてうろうろ歩いて攻撃をいなしていく。タケヤ様子見していく。おー、昇竜拳当たっちゃった。カウンター気味に入っていく昇竜拳、浮かされて下段蹴り75しっかりで蹴っ飛ばすか。ワンツースリー。おー、昇竜拳だろ。タケヤ死ぬか、タケヤ死ぬか、どうなんだ。ワンツーアイタ死んだ。ありがとうございました。バギー1回戦突破おめでとう。さあガロボーが勝った瞬間にあれですね、優勝おめでとうですね。そうですね、確定です。じゃあガロボーさんとレオンさん、じゃんけんして席を決めてください。まあ今日はねカーニバルの結果もいいんですけど、まあとにかくこのエアガイツというゲームを、誰が一番強いのか、そこに注目してほしいかなと思いますね。これで右側でもワンチャンあると思うんですよ。右側素人勢で、左側にブリ、そうですね、ガチ勢がガッツリ、ガロボーが決勝まで行ったらすごいですけどね。しかしワンピー側ストリートファイターレオン、今日はやったことないゲームに、iPad で、技評を確認しながらイノバを参戦。そして 2P 側現在ポイントランキング1位のガロボー、迷わず強キャラを選びましたね。そうですね、あステージはですね、ですね、そこです、はい、ここを選んでください。よろしくお願いします。ここがまあ一応均等であるということでね、あアンジュレーションがないステージということで、さあ始まった。ワンピー側はレオン、 2P 側はファイナルファンタジーのキャラガロボー、何でしたっけ、ティファか、巨乳ですね、巨乳、巨乳対猪木。なんだ、ジャンプした、ジャンプしてびっくりレオンハード蹴られて、もうどっかあられもないとか、おっと、なんか投げた、加工してびっくり、加工してびっくり、押せるんだみたいな感じで、と斧でカプコン芸に精通しているレオン、さすがに他のゲームは何これ、何これ、ムーンサルトブレス、自分のムーンサルトにびっくり、トーキックで止められて走り回って、走り回って、おっとサマーを決めていく、何気なーっていろんなゲームをやり込んでいるガロボーの攻撃が、やったことないレオンに突き刺さって、まず一本選手ガロボー、ストリートファイター界では2014優勝リーチ、優勝リーチ、ガロボー優勝リーチ、どうする、キックダウン奪う、そのままイノバをこかせる、あーっと波動拳、波動拳、波動拳、あれフォーミングで落ちてる、あーっとパワーボム、パワーボム、もういっちゃ、そのまま投げ捨てた、素晴らしいコンボ、そればっか今狙い撃ちしてましたね。と真空波動と、真空波動2ヒット2発とも当たっていく、真空波動と、おっと減ったな、体力これ死ぬか、どうする、死ぬのか、死んじゃった、5セット、カラボー優勝おめでとう、ストリートファイターカーニバルポイントランキング最多ということで、ガロボー優勝おめでとう。とりあえずここでおめでとうは、じゃあここまでということで、じゃあ野外2大会に移っていきたいかなと思いますね。じゃあ5試合目、カナディアンマンと BAA、 じゃんけんして席決めろ。カナディアンマンの出したイノバー、 BAA の犬、カナディアンマンも解禁賞をね、今日は取ってくれました。まあガロボーさんもそうですけどね、 1P 側カナディアンマン果敢に挑戦、エアガイツ 2P シューティング勢、キメラビースト勢の BAA、 BAA なんか気がつく、気がついたら格闘ゲームが超上手くなってるという、上手くなってますよね。さあ BAA、 2PA、 そして使うのは犬だ、犬使えばいいんでしょということで、犬を使ってそのステージ選んでね、はい、さあ、さあどうなる、どうなるか、カナディアンマンかそれとも BAA の犬なのか、レディーゴー、キックでまずダウンをぶやっていく、転がって攻撃浮かされて、カナディアンマンがこれで勝てば、犬使ってりゃいいってわけでもないという話になりますからね。さあアリキック、アリキック、イノバ、イノバのアリキックが入っていく、そのまま浮かしていく、このイノバは酒は嫌いかね、酒は嫌いかね、おっとそのままローキックで犬をしばいた、そうなんです、犬はガードはできないです、 BA 気をつけろ、攻めればいいんです、攻めていきましょう、攻めていきましょう、なんか浮くやつがいいよ、地上浮くやつがいいね、じりじり逃げていくのはカナディアンマンのイノバ、そう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 、それとはローリングアタックだ、しかしローキック、お立った、お立った、立ったぞ、なんか立ったぞ、距離を取ってイノバ、ひたすらローキック、猪木あり状態を続けていくイノバ、犬を追いかけ る, 犬を追いかけるスーツのおっさん、どうする、動物虐待、動物虐待、そう、これは愛護団体に怒られるレベルですね、火を吹いて、そう、と天、バットが、バットが出していく、バットが、おーと、ここはまだやり慣れていない BAA をカナディアンマンが締め上げた、1回戦突破おめでとう、やっぱ犬使ってりゃいいってわけでもないわけですね、ありがとうございました、それなりに MOP はうまいということがこれで証明されましたね。したらじゃあゼロ回戦最終4126ティファーと、これフツ、はい、4126とフツくんのティファー、案件して制御決めるんだ、あ後ろ後ろ後ろ、さあザンサム勢の4126も果敢に挑戦しに来てくれた 1P 側へ、そして 2P 側は
フツ君のティファですね。お互いティファ同士、ファイナルファンタジー同キャラ。どっちのがおっぱい好きなのか、どっちがおっぱい好きなのか決めさせていただきたいかと思います。1P 側416のティファ、 2P 側フツ君のティファ。まあ強キャラと、戦前言われてますけどね。あそこで大丈夫だよ。そこです。そこのステージでやってくれ。さあ右側は素人が揃っちゃったな。トーナメント、そうですね、ちょっと偏っちゃいました。3416がしばらい、しかし75式回からの波動拳、波動拳で90波動、残空波動、残空波動でスライディングで、スライディング一気に416体力半分ない、動きのある試合半分減って75式回。赤いティファが4126、黒いティファがフツクですね。サマーサマーダブルサマー、そのサービス蹴りは75式回で返していく。416いい勝負、ワンツー殴り合い、残空お互い当たらない。波動拳が当たった。さあフツ君ピンチよ、しかし体力的にリードしてる。ボー75式が入った。フツ君まず一歩選手、さあ残りたね、こ今日2本勝負ですか、早いですね、試合が早い。決勝戦ぐらい3本勝負したもいいかなと思いますけどね。さあどうする、足払いかな、インタラプト、俺だって分かる、俺だってできますよと。インタラプトをしていくのは4126、伊達に伊藤から来てねえんだよ、伊達に伊藤から来ていない前、4126戦前ね語ってくれた、溶けた氷の中に恐竜がいたら4126体操を仕込みたいねと言っていた4126、そんなこと言ってないですけど、足払い、もう一丁インタラプトして、ワンツー返して、飛び道具、飛び道具ね、ザンク打ってフツがダメージ、飛び道具跳ね返るのやばいね、跳ね返るね、バウンドするんですね、バウンド波動拳、バウンド波動拳、おっとワンツー決めて11。さあどうなる、お互い同じような腕前でしょうかね。ちょっといい勝負でしたね。とバウンドで、バウンド波動拳、おっせえなんだあれ、避けていく。75しっかりからのサマー、の412がリードしてる状況、インタラプトでワンツー返す、チャップで逃げるな、フツとザンク当てて、ザンク当てスライディング、スライディングダメージ与えていく、サマーを返していく、起き上がり攻撃カードしてワンパン、さらに下段で返して75しっかり、フツくん体力がない、フツくん体力がない、頑張れ416、余裕の勝負か、ああバカライクだった、足払い入って勝ったら416、お見事ありがとうございました。さあ今日は荒れたトーナメントが続きますね。じゃあ、さあじゃあ通常戦、マサオ、マサオ、マサオと MOP、 マサオ MOP 倒せ、いいねこれ、これはいいね、もうマサオが倒すしかない、 MOP じゃんけんして席を決めるんだ。マサオがどんなアリサバン、アリサバンになるのか、 2P 側へ、最強の犬 MOP2P へ、そしてミカドが代表する、マサオ、ミカド代表最強のとこ、マサオ、マサオ頑張れ、おっとセコンドにエアガイツ仮面がついた、エアガイツ仮面がついてる、エアガイツ仮面がついた、優しいなお前、優しいエアガイツ仮面、弱者に優しい、これは気になるね、ほんとね、マサオですかね、なんせマサオワンチャンあるぞ、頑張れマサオ、ワンチャンあるぞ、マサオ棒で引っ張らない、隠し腕で引っ張らない、隠し腕、隠し腕出していこう、頑張れマサオ、空中で隠し腕で引っ張らくのがいい。さあじゃあミカドのアイドルワンピーガー、マサオが MOP に挑む、おーっといいよ、おーっといいよ、隠し腕マサオタック、まるで白っ子マサオ、マサオ白木星帰りの男、木星帰り、おーいよー、マサオいいぞ、食らってしまった MOP、 いいよー、ぶち上げて、あと1回しか打てない、マサオリードしてるぞ、マサオ、マサオいいぞ、マシカンマサオゲージがない、おっと引っ張らいて、いいよ引っ張らいて、下段蹴り、マサオが、マサオが、まさかこれマサオもあるのか、ない、あーなかった、 MOP まず一本選手、接戦を制したマサオです、やはりマサオ、マサオ強いね、デッドアライブ大会最弱トーナメント準優勝のマサオ、あ、噛まれた、マサオが、マサオが、ほら餌の時間だよと自らを差し出して、差し出して、さあローリングアタック、ダッシュ逃げていくのマサオ、下段かまして、そうジャンプ棒しか狙ってないのがバレたのか、ジャンプの仕掛かりを、裏から蹴り、しかしファイヤーが、おお隠し腕、シロッコ直伝隠し腕、もう一発当てていく、引っ張られて、おマサオ体力リード、おマサオ木星帰りの実力、飛び道具食らって、飛び道具食らって、マサオ、リーやはり接戦を制した、やはり接戦を制して MOP 異常な攻めで準決勝進出おめでとう。さあ、アルタキ・ナジームとテキサス・三島、はい、じゃあアルタキとテキサス・三島、じゃんけんして席を決めるんだ。さあ、野外使いを牽引している男アルタキ、ついに出てきた、今日はどうなんだ。そしてテキサス・三島、じゃんけんして席を決めて、
じゃ準備ができたら試合開始。アルタキ 1P 側アルタキ 2P 側テキサスミシバ。アルタキ、この男がいなければ帝の野外ツアーなかったんですよ。いなければ今日野外ツ大会が行われることはなかったでしょう。 1P 側へ野外ツカメ、ありがとうございます。アルタキ 2P テキサスミシバ。さあアルタキ頑張ってほしい。そろそろ欲しい優勝が。さあどうなる、どうしょっぱな。ファーストアタックはテキサ キサス。アビス蹴りはクラーズ浮かされて、ワンツーからそのままオイタラット、うまい。アルタキ相手の攻撃を読んでいるかのようにブロッキングを決めていく。ワンツーから男がキックで嫌がるのはテキサス。どう取ってまたもインタラプト蹴りをガードして空中で残空15からワンツーアッパー波動拳ダメージ与えて、そのまま一気に持ってって、いやーしてーインコー選手。いやー荒崎強い、落ち着いている。今日はキレキレかどうなんだ。さあ距離を取って様子見、波動拳ダウンを奪う。ファーストアタックは荒崎パンチをガードしてローキック。テキサスがいい攻め、しかしアッパーで浮かして裏に回って攻撃を加えたいが、ワンパンで我慢するのはテキサス。さあ中間距離からの下段蹴り、あと地雷を食らった。設置系の技が使えるんですね。さあ転がって逃げるが、やはり設置を食らってしまう。波動拳ガードした、うまいぞ。ポンポ決めていく。あ、設置で三島が置いてて、三島が置いたやつもう食らっちゃう。自分で食らうんですね、三島の設置地雷が。当たってしまった、ワンツー殴って、あーと波動拳、アルタキ強い。一回戦突破、おめでとう。さあ、勝つべく人間が左ブロックが勝っていく。レベルがどんどん高くなるんでしょう。さあありがとうございました。じゃあ9試合目、ゆくとくんとエアガイツ仮面かですね。エアガイツ仮面とゆくと、じゃあ決着をつけてくれ。さあブリキ勢の資格、 2P 側ゆくと、そして完全なる優勝候補エアガイツ仮面。もちろん今日使うのは、ハンですね、サイボーグ選手、ハインリヒですね。ハインリヒを使っているエアガイツ仮面。ゆくと頑張れ、ワンチャンあるかもしれないぞ。さあ距離をつけるの7時をして空振って、空振ってお互い空を切る。しかし下段で透かしていく。そのまま投げてワンツーパンチ、おっとコンボ決めてフラミンゴから、フラミンゴ危ない。リフト攻撃食らってそのままやり返す。そう7時を引き返る、空をして、あとあとは避けてスライディングの隙に浮かされてフラミンゴ持ってってうめえらやがつかめん。波動拳おっとミサイルで返す。下段蹴りからまず一本選手はやがつかめん。壮絶な殴り合い、ゆくと頑張れ。距離を詰めて75しかい、スカッたところに投げていく、投げ放り投げて、放り投げてコーナーへぶつけていく。エアガイス仮面ワンツーからのフラミンゴ、ゆくと頑張れ、ゆくと頑張れ、浮かされて距離を詰める、アドケン、いいよいいよ、ミサイルかわして75しかい、当たんなかった、投げられて、どうする、起き上がる、クレバーだな。エアガイス仮面うまい、浮かされてダウン、ワンツー決めて、あーインタラプトで返していく。ハドケン避けて75しかい、3ヒット波動拳打っていく、ミサイル来るぞ。下段から動かしていく、ゆくと、ゆくとまだある、ゆくとまだあるぞ。距離を取って、あーどうされた、フラミンゴ勝ったのはエアガイス仮面、お見事。いやいやいや、やはりこの男鉄板か、エアガイス仮面強い。ありがとうございました。じゃあ10試合目ですかね、ボムサスケとバギー三島。はい、じゃあボムさんとバギーさんじゃんけんして制御決めるんだ。さあボムさんも数々の戦いをストリートファイターカーニバル、彩ってくれましたが、そんなボムさんがついにエアガイツに参戦。先ほど他県を殺してきたバギーとついに対決。エアガイツ仮面がボムさんにつくワンピカはボムさん、ボムさんには何も今アドバイスはしないで参戦できましたね。そうですね、多分バギーさんは強いってことですね。そうですね、してもいい。バギーさんはエアガイツ勢でやると、まあこれは消化試合的な感じなのか、うんと半端な攻めは諦めろということですね。さあバギーまず距離を取って、サスケのなんか飛び道具が当たっていく、煙玉っぽいのを投げてさあ距離を取って、一気にジャンプで詰めて、下段蹴り、お前ぞお前、おっと白ハード取られた。そして上段キック当てていくバギー、ワンツーから下段画面上コーナーから転がって逃げて、転がって逃げて、どこまで転がる、どうやって起きるんだろうみたいな感じでしょうかボム、アウト、下段蹴り、起きられない、どうするの、起きれない、助けて、そのままキック、バギーがまず一歩選手、起きた時には死んでいたみたいな、死んでいたみたいな、さあ、頑張れ、ボム、下段から、まずは、起き上がれない、起き上がれない、起き上がったぞ、起き上がって、起き上がりを覚えたぞ、ボムが、下段から、しかし下段で返してくな、バギー、
うまいうまい、この三島飛び道具をかわしていく。あー、華麗なもう一回ボムさんダウンしてほしいな。そしたらガンダム歌うの。立ち上がれ立ち上がれの。おっと近寄られて昇竜拳ニート。おっとスックと立った。おっボムさん製粉仮面危ないぞ。なんだよ、そのままダウンして距離を取って下段切り。あおっとうまいぞボム、飛び道具剣で振ってとバギーに一矢報いるか。一本取れんのか。ザーヒ当たり。バギーこのまま殺しに行くのか。どうなんだ、どうする。ゲージがない、ボムゲージがない。どうするどうするどうする。死んじゃおっと一矢報いた。これボムさんあるんじゃないの。落ち着いていきましょう。画面が上位から。おっとこう中ボスでダウンを奪っていく。おっと最後ボブラーが食らって設置地雷があるぞ、気をつけろ。さあ今度はバギーの怒涛の攻め。ワンツーからの最後ボブラー食らわして、画面おっといいよ返した。反角波動拳当たってしまってダウン奪われる。あっとコンボ非常に攻め、息持って帰って昇竜からの危ない。昇竜拳ガードしてキック、しっかりガードはバギー。画面が上位に決まって投げていく。まだ生きてるか。ドガッとドガッとかかととし勝ったのはバギーの三島、お見事。いやーでもボムさん夢若干見せてもらいました、ね、そうですね、若干いい感じでしたね。いい夢見せてもらいました。さあイデア・ティファとガロボー・ティファ、ティファ同キャラ。さあまたしてもおっぱい対決ですね。おっぱい対決、ガロボーがこのままポイントをどんどん引き離して俺こそ優勝者であるとイデアに見せつけるのか、それともイデアここでワンチャンガロボーを下していくのか。 2P へ 1P 側ミスター MVS ことストリートファイターカーニバル2014優勝者ガロボー 1P、2P 萌えの最前線イデア。さあまずスライディング、エアガイスカメンはイデアに優しいよね。イデアに優しいエアガイスカメン、なんだかんだ言ってイデアを認めているのかどうなんだ。さあここだ、イデアが75しっかりでガロボーにダメージを与えていく。さあガロボーはとにかく、あおっとエクセレント、まさかのイデアパーフェクト勝ち。ガロボーさんはとにかく 3D 格闘ゲームが苦手ということで言ってましたね。真空波動ね、真空波動お互い総裁、しかしスライディングでダメージを与えていくのはイデア。さあガロボーが起き上がってイデアに一瞬報いたいと、キックを放っていく。中間距離のトーキック浮かして75式回、まあ見せてね、空振ったけど当たらない。さあここはガロボーがやり返していく。スライディング浮かして様子見から距離を取る。さあお互いどうする、出方を見てスライディング、下段を狙っていくが起き上がりキックを当てていくのはガロボー。75式回ガードされて、おっと当て、無理やり当てて、もう一回無理やり当てる。スラで近づいて、イデア、ガロボーに勝てんじゃねえのこれ、どうすんの。どうすんの、インタラクトできなくて波動拳が当たる。波動当たって起き上がり、どうする、波動拳打ち返して、イデアが勝ち。イデアが勝った、ガロボーここまで本当にお疲れ様でした。じゃあイデア、ガロボー超えということでみんなに自慢しておいてください。よろしくお願いします。